資産がファンに感謝の言葉を伝えようとしている最中、平野紫耀さんがそっと資産に水を手渡す姿は、SNS を中心に多くの人々から称賛されました。岸優太29歳の誕生日、愛と感動であふれる。岸優太さんの29歳の誕生日は、彼にとってこれまでで最も幸せな一日となりました。多くのファンからの愛情と感謝のメッセージが彼を包み込む中、彼の笑顔はいつも以上に輝いていました。誕生日当日は、ファンだけでなく、彼の友人であり、共に歩んできた平野翔さんと神宮寺勇太さんの存在が岸さんの喜びをさらに深めました。特に注目を集めたのは、インスタライブでの出来事でした。岸さんがファンに感謝の言葉を伝えようとしている最中、平野翔さんがそっと岸さんに水を手渡す姿は、SNS を中心に多くの人々から称賛されました。彼の優しさと気配りのある行動が、多くのファンの心に響き、本当に素晴らしい友人だと改めて感じさせるものでした。岸さんは、この29歳の誕生日を通じて、ファンからの愛だけでなく、自分の周りにいる人々の優しさや支えを改めて実感することができたようです。インスタライブ中、岸さんは、幸せですという言葉を何度も口にしていましたが、その言葉にはこれまでの彼の努力や経験、そして多くの人々からの愛情に対する感謝が込められているように感じられました。その姿を見ていたファンたちは、まるで自分自身のことのように嬉しくなり、涙を浮かべた人も多かったようです。岸さんが幸せですというたびに、その言葉は彼だけでなく、画面の向こうにいる全ての人に伝わり、みんなが一つの家族のような温かさを感じる瞬間でした。また、岸さんの誕生日を祝うために用意された高級寿司も、彼にとって特別なものでした。普段から寿司が大好きなことで知られている岸さんにとって、この特別な日に大好きな食べ物を一緒に味わえることは、何よりも幸せな出来事だったでしょう。インスタライブで寿司を食べる姿は、まさに子供のような無邪気な笑顔があふれていて、その幸せな様子にファンたちもまた微笑まずにはいられませんでした。寿司を食べながら、彼はお腹も心も満たされましたと言いましたが、その言葉には食事以上の意味が込められているように感じられました。仲間たちと共に過ごす時間やファンからの愛情、それらすべてが彼の心を満たしてくれたのでしょう。さらに、インスタライブ中に見られた3人のやり取りは、彼らの友情の深さを感じさせるものでした。最初は少し緊張していた様子の岸さんも、平野さんと神宮寺さんが一緒にいることで徐々にリラックスしていき、いつもの明るくて優しい岸さんの姿を見せてくれました。そんな姿にファンたちは、やっぱりこの3人は最高だと感じ、彼らの絆を再確認する瞬間となりました。平野さんが岸さんに水を差し出す姿や、神宮寺さんが笑顔で岸さんを見守る姿、それぞれが自然体でありながら、深い愛情と信頼が感じられるものでした。岸さんにとってこの29歳の誕生日は、単なる年齢を重ねる日ではなく、自分がどれだけ多くの人に愛され支えられているかを実感する大切な日となったようです。ファンからのメッセージやコメントには、岸君が幸せそうで私たちも幸せですという言葉が多く見られましたが、それは彼自身が与えてくれる幸せがファンにとっても特別なものであることを示しています。岸さんが努力し夢を追い続ける姿は、多くの人々に勇気と希望を与え続けてきました。そしてその姿を見守り応援するファンがいることは、岸さんにとっても大きな力となっていることでしょう。この誕生日を通して、岸さんは新たな1年を迎えるにあたり、これまで以上に多くの夢や目標を抱いていることでしょう。ファンたちもまた、彼がその夢を追い続ける姿を応援し続け、共に喜びや感動を分かち合いたいと願っています。そして、その願いが岸さんにとっての原動力となり、これからの彼の活躍をさらに輝かせてくれることでしょう。この特別な一日を振り返ると、岸さんの笑顔、平野さんと神宮寺さんの優しさ、そしてファンたちの愛情が一つになり、まさに愛のキャッチボールが繰り広げられていたことがわかります。これからも岸さんの29歳という新たな一年が、たくさんの愛と幸せに包まれたものでありますように。ファンたちはいつでも、どんな時でも、岸さんのことを応援し続けます。そして、彼がこれからどんな道を歩んでいくのか、その一歩一歩を見守り続けることでしょう。
岸さんの未来がさらに輝かしいものでありますように心から願っています。この誕生日の出来事は岸優太さんだけでなく彼を応援し続けてきたすべてのファンにとっても忘れられない一日となりました。それはただ単に彼の誕生日を祝うだけでなく岸さん自身がこれまで歩んできた道のりや彼を支えてきた仲間たち、そしてファンとの絆を改めて確認する瞬間だったからです。彼の笑顔や幸せそうな表情を見たファンはまるで自分自身が祝福されているかのような気持ちになり心からの喜びを共有しました。これは岸さんがこれまで一貫して誠実に真摯に自分の夢を追い続けてきたからこそ生まれたものだと思います。岸さんがインスタライブで話していた一言一言にはこれまでの彼の経験や感謝の気持ちがにじみ出ていました。特に幸せですという言葉は彼がただ表面的に使ったわけではなく本当に心の底から感じているものであったことが伝わってきました。彼は自分が受け取る愛情や応援を当たり前だとは思わずいつも感謝の気持ちを忘れない姿勢を持ち続けています。その姿勢がファンにとって岸さんを応援し続ける理由の一つでもあり彼の人柄の魅力をより一層際立たせているのです。またこの誕生日は岸さん自身にとっても新たなスタートを切るきっかけとなったのではないでしょうか。彼は29歳という節目の年齢を迎えこれまで以上に大人としての魅力や深みを増していくことでしょう。しかしそれと同時に彼が持つ無邪気さや純粋さは決して失われることなくむしろそれが彼の魅力としてさらに際立っていくのではないかと思います。平野翔さんと神宮寺勇太さんという彼にとってかけがえのない仲間たちと共に過ごした誕生日は彼にとって最高の思い出となりこれからの活動においても大きな力となることでしょう。ファンにとってこのインスタライブは単なる誕生日のお祝いではなく岸さんがどれほど多くの人々に愛されそして彼自身がその愛を受け止めているかを感じることができる瞬間でもありました。彼の言葉一つ一つそして表情の一つ一つに多くの人が感動し涙を流しました。それは彼がこれまで一貫してファンに対して誠実でありどんな時も真摯に向き合ってきたからこそ感じられるものでした。この特別な日を通して、岸さんは自身の夢や目標に向かってさらに一歩前進するためのエネルギーを得たことでしょう。そして、そのエネルギーを胸に、彼はこれからも多くの人々に感動や希望を与え続ける存在であり続けることと思います。ファンたちは、その姿をこれからも見守り続け、彼が夢を追い続ける道のりを一緒に歩んでいくことでしょう。29歳という新たな1年が岸優太さんにとってこれまで以上に素晴らしい年となり多くの幸せや成功が訪れることを心から願っています。そして彼がこれからもファンに対して真心を持ち続け自分自身の夢に向かって進んでいく姿を見せてくれることを期待しています。この特別な誕生日は岸さんだけでなく彼を応援するすべての人々にとっても忘れられない1日となりその記憶はこれからも心に残り続けることでしょう。岸さんの29歳が彼にとって新たな挑戦と発展の年でありますように。そしてその先に待つ未来がこれまで以上に輝かしく彼自身の夢を実現する場所でありますように。ファンはいつでも彼を応援し続けその一歩一歩を共に歩んでいくことを誓います。これからも岸優太さんの幸せを願いその成功を心から応援しています。